はい、ということで今回紹介するのはですね、10年ぐらい前のデュエルマスターズカードが、残ってたので、どれがまだ今でも価値があって高価になってるのかちょっと知りたいので、どれが高いのかねちょっと分かんないんで皆さんにお見せして紹介したいと思います。で、高いのがあったら教えてください。で、こんな感じにありますんで、こんな感じのカードを持ってます。お、これも光っとんだ。ね、まあ逆さになってるものもありますが、こんな感じで。バルガゲイザー3枚ありますけど4枚か。ほんでこっちもね、こっちもシーンが入ってこんな感じでありますけど、ちょっといっぱいすぎてあれ、こんな感じにありますんで、こんな感じだな。どれが高いんかね、わかんないんで、なんかこれ絵的に高そうですけど、結構レアが残ってるんで、どれが高いんでしょうね。お、これとか絵かっこいいんやけどな。 C マイン、アサイラ、ボルシャックドラ、シャン、ディオン、デーモン、チャーグルイミスト、高いのあったら教えてください。今でも、あ、遊戯王もある、融合とか、アルティメット、アルティメットインセクト、さあこっちも行きましょう。さあね、高いのがあるんですかね。っていうか今のこのデュエルマスターズカードでもこの古いやつ使えるんですかね。やっぱり時代が時代だから、その今その時代の時のカードしか、その時代のカードは使っちゃいけないんですかね。こんな感じ。ですね、動画でお見せするんですけど、動画の中の何秒ぐらいのところの何のカードが高いですよって教えてくれたら嬉しいです。ってことでこんな感じにありますよ。逆さになってるのはすいません、直すのが時間かかるんで、今回はパッパと見せますね。6分ぐらいの動画になるかこれは。ロジックキューブとかね、ここら辺はノーマルカードですけど、最初、あ、虫キングのカードがあった。さあラストです。ラストこちら、こっち向きかな、こんな感じ。モナイクなんか、遊戯王もちらほらありますけど、こんな感じ。なんでこれ、ザケルか、虫キングがあるな。お、なんか新庄の
やつがあったぞ。松坂大輔。ここら辺はもうノーマルカードばっかか。はい、ってことでなくなってきましたが、こんな感じですね。こんな感じの10年前ぐらいのカードが残ってますので、なんか今でも値段が高そうなやつあったら教えてください。お願いします。ってことでご視聴ありがとうございました。